志津が狙った入った同点 25m 直接ねじ込みました。石津、いやそれなりに距離ありましたしね、決して簡単ではないと思うんですけども、よく決めましたね。同点です、1対1。うわー、いいコースだ。壁の横ですか、うん、上なんですかね、向かって右上か、はい、もしかしたら高岡選手からするとやはりキックのインパクトの瞬間多分壁で見えてなかったと思うんですよ。